1948年水戸講師は、日本の女優、本名、関場三子、福島県大沼郡に鶴村境の出身、愛知県岡崎市立高等女学校を中退した、翌1934年、名古屋万平ホテルから、熱海の万平ホテルへ移って働いていたところ、たまたま宿泊していた小畜の井上伊三郎、取締役,役にスカウトされ、 小竹蒲田撮影所に入社。同年、大晦日風切りの正月映画、大学の若旦那、日本晴れ早くにてデビュー。いわゆる、大部屋の無名女優として3年間の下積みを重ね、1938年1月に、準幹部へと昇進。その後は、B 級作品ながら、主役を務めるようにもなった。1939年、吉村幸三郎監督の映画、 男流の看護婦、石綿銀役に抜擢され、当時すでに脚光を浴びていた後輩の高峰美恵子と共演して一役人気を獲得し、以後主演女優として第一線で活躍。1945年、俳優の森川真と結婚。女優業を引退して一時を設けたが翌年には離婚し、同年10月公開のお光の演壇で早くもスクリーンに復帰した。 明るい庶民的な役を演じる一方、小畜を離れてからは、女、王将、戦火の果て、うげつ物語、大阪の宿などで汚れ役もこなして演技の幅を広げた。1981年4月5日、監修用の試し去、62歳没。ありがとうございます。